カバスモールはどのようなところでスポンギングするんでしょうか。ラジオよりもスポンギングは早いでしょうか。カバスモールの方がその場所にもよるね。王様ならカバスモール狙いでワームアップ、どこの川にもよりますけども、普通にワーム川でスモールやるんだったら、俺はミノーとかスピナベとかバイブレーションとかそっちの方かな。ワームだって別に普通に6インチぐらいだと思いますよ。コスモールじゃないでしょ。カバスモール案件、リヴァイアさんなどダイビングミノー系を使ったりしますか。ジャクソニックなどシンキングミノーの、ジャクソニックのシンキングミノーの方が多いですね。流れる川では、バスのダイビングミノーは流れる川でやりますと横向いちゃうんですよ。鬼怒川、スモールマウス、おかっぱりで狙うには、どのようにアプローチ。普通に鬼怒川あたりであれば、通常に皆さんはほとんどシャットミノー、結構スピナーベイトもよく使いますね。大型の魚釣ってる人たちは結構スピナーベイトの方が多いです。って思えば、ワームでセコセコやってる人たちはあんま釣れてないです。カバスモール、次は魚眼タブーなんでしょうが、いまいち堂々と。そうですね、はい。じゃあカバスモールの鉄板のルアーを教えてください。カバスモールに鉄板、まあ、鉄板じゃないけどうちのスピンスニックカバスモールに非常にいいと思いますよ。 14g、18g ね。はい、皆さん、玉川で30センチ前後のスモールマウスを釣りたいです。どんなタックルで、どんな30センチ、なんでそんなちっちゃいのを釣りたいの。ちょっとおかしい、大きいのを釣った方がいいと思います。アブクマがスモールってどんなルアー投げればいいですか。この時期どんな場所がつきやすいですか。流れが緩やかなところにずっと溜まりやすくなりますね。水温が高めの時にはですね、流れの強いところにも弱いところにも、いろんなところに入るんですが、この時期になってきますと、さすがに水温がぐんと下がりますんで、流れが弱いところにね、つきやすくなります。村さんの水深 1.5 から2メーターぐらいの場所でカバスモールを狙うときは何センチぐらい潜るミノを使いますか。 1.5 から2メーターだったら1メーターから 1.5 メーターぐらいの、ミノですね。ヘビーウェイトのミノを使うときもあるし、フローティングを使うときもありますね。川のスモールってことは相当でかい魚ってことになりますから、9センチがメインになります。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。